を捕まえよう。おう。はい、虫探し来てるんですけど、歩いてるとちょっとすごいでかい蜂がいるなと思って、ほら見てください、あの木が濡れてるところにかなり大きい蜂さんがいます。気をつけていきましょう。気をつけて、気をつけて、気をつけていくんだよ。あれはなんだ？あれ？あ、葉っぱか。葉っぱでした。アリ、アリ。アリおった？アリ、アリ。でかいな、アリ。アリ、アリ、アリ、アリ。さあ、たがね。うん。でかいアリ。アリ。よし、行こう。誰かが餌仕掛けてます。これ濡れてるからさ、こういうの樹液じゃない？あ、見て、虫、キンキラ虫。どれどれどれ、これこれこれ、飛んでるやつ。うん、これがキンキラ虫。全然いい、ルークワ型。よっ、どうかな。すごい樹液の匂いする。うん、絶対この辺ミクワガタいるわ。聞いてるかな。うん、びっくりした。何？え？蜂？ほら、樹液吸ってる。これ何の虫やろ。うん、一回調べてみよう。帰って調べてみようか。え、さっき調べてみようよ。うんうんうん。さっきさ、調べてみよう。え？調べてみようか。調べる？うん。ほら、樹液みんな飲んでるやん。ほんとだ。ほら、こうやってさ、餌ほら見て。ぶら下げた跡とか。あるね。行ってみようか、次次。行こうか。うん、めっちゃ可愛いじゃん。めっちゃ綺麗。最高。なんかささ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 ってしたよ。どんぐり？うん。どれ？なにこれ、キノコちゃうの？どんぐりの帽子。キノコにささって、ささってあかんで。なんで？ようわからへんから。行こうか。行こう。木捕まえたやつ、これはい。逃がしてあげて。はい。はい。こっち向いて。ほい。バイバーイって。バイバーイ。あ、歩いて行ってる。に、歩いて行った？うん。ほら。どう？ほら、逃げてるわ。逃げてった？うん。ほら。あ、落ちた。大変。かわいい。うん、この虫かわいい。バイバイって。バイバイ。わ、またうちだ。まあ行こうか。うん、あったな。うん、これ何？カブトムシの綿が落ちてた。うん。見つけたな。うん、じゃあおるんや、やっぱり。え？やっぱりおるんや、ここに。あ、ちょっと待って。うん、樹液あるやん、ここも。え、どこ？ってことはここの木はおんねや。え、でもこの木、一度帰宅し、夜にもう一度行くことにしました。見て、ほら見て、ほら、すげえ。見た？やる？うん、びっくりした。落ちた。うん、はい、ということでですね、飼育セットを購入してきました。飼育セットと、あと、こちら、嫌な匂いをされるゴーダニを
ダニね、抑制してくれますみたいです。それと木のゼリーと木ね、これ転倒防止っていうことで、このセットをね買っていきました。で今回、クワガタはねメスとオスと4匹いますんで分けて入れていこうと思います。ノコギリクワガタのペアがこの小さい方の飼育ケースで、ここに平田クワガタが1匹います。で奥にノコギリクワガタです。はい、っていう感じで今回採取した、昆虫4匹です。これからね経過また取っていこうと思います。はい、ゼリーね今、食べてます。ノコギリクワガタの方が、ちょっと暗くして、様子見てたんですけども、動き出して餌を一生懸命食べてます。いやー綺麗なフォルムですね。で、こちらに平田クワガタが隠れてます。これね、喧嘩するんかな、やっぱり。もう一個ぐらいゼリー置いといた方がいいんかな。いやー、こう、小学生以来なんでね、こう、まじまじ見るのも非常に興味深いです。これから、ね、観察の方を続けて、行こうと思います。もう子供はね夜でね静まってしまったので、また明日見ると思いますんで、楽しみにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。